シーラ・チャンドラはイギリスのインド系ポップシンガー。シーラ・チャンドラが最初に世間から注目されたのは女優としてだった。BBC の学園ドラマグレインジ・ヒルでスー・デモニー、パテルの役を演じていた。10代でバンドモンスーンを結成。西洋とインドのポップスのスタイルを融合させた。スティーブ・コート結婚。彼はバンドのプロデューサーになった。 さらにマーティン・スミスを加えて、バンドは、才能あるトリオに進化した。1982年、バンドの唯一のアルバム、サード・アイを発表。その中から、シングルリリースした、エヴァー・ソー・ロンリーが、予想外のヒットとなった。アルバムには、ビートルズの、トゥモロー・オー・ネバー・ノーズのカバーも収録されていて、ビル・ネルソンのボギターがフィーチャーされている。しかし、 バンドの音楽的方向性に対するレコード会社の圧力でモンスーンは解散。コート・スミスはチャンドラをソロのアーティストとしてインディペンデントレーベルから売り出すことにした。1980年代、チャンドラは何枚かのアルバムを出した。同時にチャンドラは自分の声が楽器としてどの程度使えるかの実験を続けた。1990年になって、 ピーター・ガブリエルのリアルワールドレコードから3枚のアルバムを発表。だが、マーティン・スミスは離れていった。1992年以降、チャンドラはシンセサイザー中心のインドイコール西洋融合ポップからブリティッシュ並びにアイリッシュトラディショナルの歌唱法に移行していった。チャンドラはワールドミュージックシーンでは大変尊敬されているアーティストで、 21世紀になっても活動的である。2002年には映画ロード・オブ・ザ・リング二つの塔のためにハワード・ショア作曲の生命の息吹という曲を歌った。2010年絶痛症のため歌手活動から引退した。ありがとうございます。